背中のトレーニングなんで逆三角形になるトレーニングって普通だったらできないんですよ。イージーマッスルラインって言われてて、イージーだよ。イージーマッスルラインっていうのは今ね、彼は今コア背筋がこんだけしかないよ。触ってみる。今こんな感じ、こんな感じ。手も気をつけて簡単にできる、できるよね。ね、すぐに気をつけてできないようなコア背筋だ。これまだやる。バンドライスよ。はい。ここ立ち進むんです。バイキングで立て。バンドライス。立て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 。よいしょ。頑張る。足前出して。座って、足前出して。前出して。足前出して。いい。はい、お尻上げて。上げて。はい、下げて。よいしょ。今度水平に。はい、垂直。よいしょ。はい、止めて止めて。よいしょ。体を止めて、水平、ずっと垂直。水平、垂直。水平、垂直。垂直、垂直。水平、頑張れ、頑張れ。よいしょ、はい、垂直。そい、頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ。はい、そい、頑張れ。よいしょ。はい。よいしょ、はい、手下に下げるの、水平を上げてもらいたい。よいしょ、はい、今度は引いて、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、頑張れ、頑張れ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、一本前出して、はい、一本前出して、はい、当たってる手を前に出して、はい、もっと前に、はい、はい、はい、それも、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、頑張れ、頑張れ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、頑張れ、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、お尻使って、よいしょ、よいしょ、最後できるようにできた、下に転がるようにできた、よいしょ、よいしょ、よいしょ、OK。 これね、さっきの、さっきの肘から動いたら手が伸びないという現象を利用してる。これは嫌でも後背筋しか効かない。腰筋で行くぞ。肩甲骨むっちゃ開いたでしょ。気をつけしにくいでしょ。しにくいかもしれない。脇に手入ってでしょ。腰筋、腰筋。危ない。ビシッ。そうそう、ここ手ついてる。これなんか入ってない。入ってる。入ってるでしょ。なってますね。明らかに。正面で。ほら、見よう。回しながら見よう。ほら、これでもう肩こんだけ広がってるの、うん、今、これまっすぐこうやってね、ほら、肩めっちゃ広がってる。自分でここ触って今上げました。いくぞ。ここ張ってるでしょ。はい、張ってますね。めっちゃ張ってるでしょ、こっち張る。ほら、上がってる。おー、びっくりしない？自分の背中だと思わない？うん、上がってる。ほら、手変えてる。どう？本当、全然違う。あ、鏡見てな、キュッてな、背中に力で正面見てな、こう肩の力、こう、全然違うぞ。いっぺんじゃない？本当、いっぺんで逆三角。明らかに違う。明らかに違う。なんかもう手つきにくいですよ。気をつけちゃう、そんなになっちゃうよ。はい、そうちょっと変な感じ。もう肩甲骨も横に広がってる。マッスルラインっていうのはもう一瞬で全部変えちゃう。二度にこんな聞いたことなかったでしょ、うん、片締め方でしょ、はい、一分でこう、そうそうそう、なんか変な感じがする。そうだからボディビルダーとかもその変な感じをどん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 変な感じの塊にしていくね。面白いでしょ。確かに。そう、うん、今のはあのフルダウンだったんだけど、僕もロイも教えてあげる。私ですか？ロイ。いや、その2つやったらもう背中もっともっと今度下がもっと当てる。今度こう。ここ使って、今度ね、ここでね、水平で見るの。水平で見るの。大丈夫。水平で見るの。大丈夫。お尻の動かし方は一緒で。水平ずっと水平の。
そう、ずっと水平で、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、これがロイド。だから、クールダウンするときに肘をうまく出せるか出せないかがクールダウンのコツで、ロイのときは肘を前に出せるか出せないかがコツなんですけど、そのコツが全部ここに凝縮されるね。手から握ってると手から戻るという現象は人間あるところが、肘から動かしたら肘が戻らないという現象が逆に起こってくる。だからこうすると手が伸びないんですよ。肘から戻してくると伸びないじゃん。でも手から戻すと手伸びる。肘からこうやると手伸びる。だからめっちゃ効くんです。肘でやってるだけで嫌でも効くの。もうんで手が伸びないから、ここ背筋の限界してくるんです。で、ローリングの時に肘を上に上げるというテクニックがあるんだけど、これは何もしないでも肘がちゃんと上に上がってるんだよ。上がれ、めっちゃ頑張れ。肩甲骨めっちゃ上がる。グワーン、やばい、頑張れ頑張れ、やばいやばい、よし OK。 もうこれだけでどのぐらい広背筋の力の入れ方が変わるか。うーって見てよ、すごい、これ見てみよ、すごい、これやばい、見てよ、ほら、もうここの肩のライン、ちょっとやばい、ほら、もう肩見てよ、これ、はい、こうで肩触ってみる、丸いよ、こうで肩触れないでしょ、はい、手届かなくなるじゃん。確かに、そうそう、手届かなくなる、ほら、届きにくいやん。届きにくいっすね。めっちゃ開いてる。もうこうやって力入れる、こうやって、ケッ、力入る。そうそう。お、入るの？ぐわーって肘を取るに、ギャー。そうそう。じゃあ入るよ。こんにちは、ケッ。そうそうそう。ボディビルダーが何でもらうか、頑張れ。そうですね、力。いっぺんに入る。それでもうマッスルコントロールできると、こう肘を遠くに出す。遠くに出す。遠くに遠くに、もう後ろにある遠くに、そうそう、ほらいいよ、ほら見てるほらめっちゃ肩遠くにそれができるんだ、ほらできるじゃん、はい、ビーチずっと遠くで後ろに行く、ほら見えるね、見えるね、見えるね、ね、いいじゃん、そうそうそう、いい感じじゃん、はい、力抜いてももう脇から肘がだいぶ離れてる。なんか何もやってないんですか、自然に。そう、それが自然に、うん、面白いじゃん。マッスルライトは全部それ一回ですから、やばいっすよ。